ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの青野ってやつに、うちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われたよ。立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生がまとりされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の空の一壺をかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えれば堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが空の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それより、これからどうするの？
おい待て、キリュウ、おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。ちょっと下がろう。逃げんな、消えせちまえ。立花、なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたかな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか？殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が
錦山さんや柏木さんであっても、あんたを今阿波野に売り渡せば俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。お前らどけ。そら、お前らどけ。
夜明けだ。キリュウは橘を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ、うん、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。奴は橘を売りませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。
ええ。では。構いませんよね。クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。桐生探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出すな。へい。虫の居所が悪いんでな。邪魔だ。虫の居所が悪いんでな。何なんだ。
人集めてこい。キリュウを見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは道島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。Yeah!
はないぜ。1分だな。分かった。
ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった、頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね、多分そんな日は来ない。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、
そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカや。待てこれ、後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。はあ、本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。キリュウ、てめえ
あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。キリア、やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒を見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、あれは犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。
お前ひまわり何したんだ。まあ落ち着けって、何もしてねえや。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。阿波野、お前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。どんま、そういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな。組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は障害、つまり脅し担当なんだよ。キリュウ、俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリュウ。今あの不動産屋田島なお、俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。この女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺は仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろ、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュウってね。なら撃たれる方がまだマシだ。
ダニア、私も通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦、分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。うん、ニシキ、ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん、キリュウ、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。
堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな見んじゃねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に、結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え、俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだって、キリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ、ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。
お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。